この番組はメディアワークスとポニーキャニオンの提供でお送りします。主人公を導いていくの。ロールプレイングゲームみたいに。で、よくわからないけどさ。私たちも参加してみない？このゲームに。あんたの部屋じゃあるまいし、なんでこんなにゲームソフトばかりあるの？じいちゃん、ロープレ好きだったからな。もう少しだけあのままにしておきましょうか。うん。我が悪友カンタロウへ。昔話はもう十分だと思う。最後にじいちゃんとゲームをしようか。ロープレの主人公になってお前は旅に出る。そして宝を見つけるんだ。じゃあ始めようか。カンタロウ？え？トマト。何？何？じゃないわよ。カンタさっき先生に補習合宿欠席するって言ってたよね。そうだけど、家の用事でさ。そういえば昨日カンタのお母さんに会ってさ。に？補習合宿の間よろしくって、気を引き締めさせてやってくれってちょっと説明してもらおうかな。市原勘太郎くん？いや、その、つまり、じいちゃんの、田舎に、行こうと思ってさ。一人で？うん。おばさんに内緒で？これは、じいちゃんと俺のゲームなんだよ。本当に補習をサボってそのゲームとやらを決行するとはね。バカじゃないの？今がどんな時期か分かってるよね。中学3年生、受験生なんだよ。分かってるよ。
なことくらいバカにすんな。だったらなんでこんなところにいんの。今日から補習合宿、集合は学校。やっぱりバカじゃん。そりゃそう。カンタ行くよね、学校。悪いトマト、学校には行かない。俺どうしてもじいちゃんとの約束を果たしたいんだ。カンタ。はい。この前の模試ボロボロだったじゃん。それで大丈夫だと思ってるの。お、思ってねえよ。ならどうして。決めたんだ。よし。じゃあ私も行く。じいちゃんそこで攻撃。このやったあ、やっと倒せた。強かったの、あのアタックトマト。あんな雑魚に手こずるようじゃダメだよじいちゃん。そういえばトマトちゃんは最近どうだ。トマト、あいつクラスの委員長になって生徒会長になった。ほう。小さい頃は名前の通りすぐ真っ赤になるおとなしい子だったが、今はキングオブ委員長の道を爆進してる。のんきなお前とはいい組み合わせだな。俺攻撃されてばかりなんだけど。お前のことが心配なんだよ。何？いや、晴れてよかったな。まあね。最近面白いドラマある？別に。ところでさ、なんでお前私服なわけ？え？そのあれ？ほら、私服でも OK って言ってたじゃない、先生が。うん、そっか。そう。変？いや、全然。むしろだいぶいいよ。なんか洒落てんなって思ったもん、俺。そう？うん。鈴の音？何も聞こえないよ。気のせいかな。あ、ここで乗り換えるんでしょ？あ、じいちゃんはさ、なんでそんなにゲームが好きなわけ？なんというか、ワクワクするだろ。ワクワク？次はどこへ行くのか、誰と会うのか、よっ、最後はどこにたどり着くのか。それは最後までやり抜いたものだけがわかるんだ。20分停車ってなんだよ。お食べ。え？お腹すくとイライラするじゃない。あ、うん、いただきます。はい、お茶。唐揚げも食べて。うん、トマト、グッジョブ。ん？あ、そういえば、なんで弁当なんか持ってきてんだ？
合宿って食事出るんじゃなかったっけ？え？ああ、ほら、合宿の初日は弁当持参だって言ってたじゃん。そんなの委員長として当然じゃない。それってあんま委員長関係なくねえか？大ありよ。ありすぎて自分でもびっくりするくらいよ。わあ、いい風。塩の香りがする。で、カンタ、うん、ちょっと行ってみない？どこに？海に。ちょっとだけだぞ。もし電車発車したら次が来るまで2時間くらいあるからな。ああ、夏終わっちゃったんだね。結局今年は一回も海に行かなかったな。水着買ったのに、最後だと思ったのに。行きたかったね、海。水着って際どいやつ？変態。あ、ウミネコ。鳥みたく空を飛べたらいいのにね。飛べないから歩くんだよ。じいちゃんが言ってたんだ、羽がなかったら歩けばいいって。カンタのおじいちゃんが言いそうなことだね。小学生の時カンタんち行くの楽しかったよ。おはじきとか教えてもらったよね。でもおじいちゃん、いつも自分が勝つまでやるんだもん。一番ガキだったよな。そうそう。どうかした？あそこにさっきの。ここがおじいちゃんの田舎？うん。夕焼け、綺麗だね。トマト。何？すっかり忘れてたけど、どうすんだよ、お前。ん？俺は野宿するつもりだったけど。大丈夫。私、少しはお金あるよ。昨日、銀行で下ろしてきたから。補習合宿行くのに？どこ行くのにも、お金は必要でしょ？じゃあ宿探すか。ってあるのかこの村に。ないの？なくね。ええ、兄弟なんです。田舎の祖父を訪ねる途中で、でも乗り換えを間違えてしまって電車がなくなって。大変だったわね。お世話になります。うん。さすが委員長。ビクビクしてるとかえって怪しまれるのよ。じゃあ私お風呂入ってくるね。うん。カンタロウもさっさと入んなさいよ。はい。何してんの？まだ入ってなかったの？いや。どうしたの？別に。カンタがお風呂から上がらないとご飯食べられないんだからね。ああ、はいはい。うるさくない？いいや。もう少しやったらじいちゃんの番な。あ、何？今鈴の音が。
何も聞こえなかったよ。死神さんじゃ。え？それがえらくべっぴんさんな女の子でのちっちゃくて真っ白い。何のゲームのこと？いや、カンタロウ。ん？ゲームはそろそろ終わりじゃな。眠れないの？うん。私もじいちゃんのこと思い出しちゃって。え？じいちゃん死ぬちょっと前に死神を見たって言ってて。死神？それがちっちゃくて真っ白い可愛い女の子なんだってさ。作り話じゃない？そうかな。カンタロウはすぐ騙されるから。へえ。私引っ越すんだ。え？騙してんのかよ。これは本当の話。多分ずっと遠いところ、もう会えなくなると思う。なんで？お父さんとお母さんの大人の都合。私みんなが思ってるより全然強くないんだよ。強がりなんだよね。本当は助けてほしいのに、誰にも言わないで一人でやろうとしたり。そしたらいつの間にかみんなに頼りにされるようになって、私もなんだか調子に乗っちゃって。知ってるよ。なこと改めて言われなくても知ってる。ずっと前からそんなの分かってる。トマトが強がってんのも、それでも一人で頑張ってんのも。しっかりしてるんじゃなくて、そんな風にならなくちゃダメだったんだよ。本当はね、誰かに思いっきり甘えてみたかったりするのさ、私も。じゃあ甘えろよ。誰かに甘えちゃって全然いいじゃん。よし、とりあえず俺とかね。それじゃあちょっとだけ甘えちゃおうかな。おお、甘えろ甘えろ。金はないけどな。ううん、とりあえずはそっちの布団で一緒に寝てもいい？もちろん。え？え、それは、冗談だよ。はあ、じいちゃんさ。ん？子供の頃大好きな女の子がいたんだってさ。夕日のような赤い髪の女の子で、ずっと仲良くしようって約束したのに離れ離れになってしまったんだって。じいちゃんの田舎にその子との思い出の品が埋まってるらしいんだよな。俺それを見つけに来たんだ。俺とじいちゃんだけのゲームだから黙ってようと思ってたんだけど。見つかるよ。見つけられるよ、カンタなら。うん。え？これが地図？こんな地図で見つかるわけないじゃん。他にヒントみたいなのないの？ない。さすがに私も2泊するお金なんて持ってないからね。今日中に見つけなきゃ。ダメだ、さっぱりわかんねえや。ちょっと休む？はあ、ゲームオーバーかな。あ、カンタ！あれは、まさか。
子供の頃のじいちゃん？これ…ビー玉？見えた。何が？カンタロウと私がね。内緒。あれ？これ…さっきはなかったよね。次はお前の宝物を見つけるんだ。会いに行くよ。え？どんなに離れたって絶対会いに行く。うん。僕いつまでこの格好でいればいいの？そっか、もういいよダニエル。てかさ、なんで僕が人間なんかに姿を変えなきゃなんなかったわけ？だってダニエルがいきなり喋ったらびっくりしちゃうじゃん。うん、そっか。って、結局僕何も喋ってなかったんだけど。あれ？そうだっけ？なんかももさ、楽しんでなかった？え？だってこれ、ゲームじゃん。そうでしょ？いつまでも子供のままではいられないけど、お願い、そんなに早く大人にならなくていいから。僕子供は嫌いだな。泣き虫で甘えん坊でわがままなんだもん。私に喧嘩売ってんの？え、泣き虫なのは知ってたけど、桃って甘えん坊でわがままなの？ゴロニャン。猫じゃないだろう。次回、死神のバラッド、秋の魔法。これは白い死神の悲しくて優しい物語。この番組はメディアワークスとポニーキャニオンの提供でお送りしました。